何もかもを捨てて出家してからもう6年になるのだ。29歳だった僕にとって何一つ思い通りにならないこの世界のすべてが、生きていることの一切が苦しかったのだ。もうこれ以上生きていたくない、死にたい死にたいと毎日考え続けていたのだ。でも僕は死ななかったのだ。なぜなら僕は誰よりも死ぬことを恐れていたのだ。もう生きていたくない、でも死ぬことはもっとしたくない。僕にとってこの二律背反は、人間なら誰もが直面する自然で本質的な問題に思えたのだ。しかし不思議と僕の周りの人々は誰一人としてこの問題を理解せず、僕の苦痛も恐怖も理解できなかったのだ。僕はいつもたった一人で自分自身を必死で抱きしめ震えながら泣いていたのだ。なぜ僕にとって生きることはこんなにも苦しいのだ。なぜ僕は死ななければならないのだ。その真理に少しでも近づきたい、そんな思いで29歳になった僕は全てを捨てて出家したのだ。そして各地を放浪した後にこの場所にたどり着いたのだ。ここはとても良い場所なのだ。風に吹かれながら虫や鳥たちの鳴き声を聞き、一日中瞑想にふけっていると、自分のことばかり考えてきた自分がどうしようもなく愚かだったように思えてくるのだ。僕の目の前では毎日多くの虫たちが交尾をし卵を産み死んでいくのだ。虫たちの死体は時間をかけて大地に帰り、また草木など他のものに形を変えて生まれ変わっていくのだ。この虫たちと僕は、僕たち人間は何が違うのだろうなのだ。生きているものは肉体的な意味で、いずれは必ず死ぬのだ。しかしこの地上で一つの生命が果てたとしても、宇宙という大きな生命のもとでは形を変えて転生を繰り返しているだけなのだ。その意味で死は終わりではないのだ。たとえ僕の肉体が死んでも、僕の存在が現世の人々から忘れ去られても、僕のちっぽけな魂は形を変えながらこの宇宙のどこかで永遠に生き続けるのだ。僕はようやく悟ったのだ。もう生きることも死ぬことも怖くないのだ。おや、狼なのだ。随分痩せているのだ。きっとひもじい思いをしているに違いないのだ。狼さん、どうぞ僕の体を引き裂いて食べるといいのだ。僕の体